薩摩仙台市立工場最中学校は、鹿児島県薩摩仙台市湯田町にあった市立の中学校。薩摩仙台市の北西部に、かつて存在した中学校である。2012年3月10日に行われた、平行式時点の生徒数は15名で、各学年の学級数は1学級の小規模校である。工場最中学校の通学区域は、 旧高城町の西半分にあたる湯田町及び西方町の全域が指定されている。2012年3月10日に閉校式が行われ、開校以来65年の歴史に幕を閉じた。1947年に高城村立第二中学校として設置され、1949年に高城村立工場生中学校と改称した。 その後1960年には高城村が調整施行し、高木町立工場生中学校となり、1965年に高城町が川内市に編入され、川内市立工場最中学校に改称した。2004年には川内市等が新設合併し、薩摩仙台市となり、薩摩仙台市立工場最中学校となった。 工場最中のある旧川内市は、鹿児島県の公立高校の学区は、薩摩学区になるが、工場最中は、出水学区の高校の普通科も学区内受験が、できたが、2011年度より、学区再編が行われ、薩摩学区と出水学区が統合され、北札学区となった。工場最中学校の通学区域は、以下の通りとなっていた。ありがとうございます。